イタリア国立映画実験センターは、イタリアの国立による映画学校である。1935年に設立された世界最古の映画学校で、現在は、イタリア国立映画学校、イタリア国立チネテカがそれを構成する。チネチッタ、同校も映っている。1935年4月3日、同国の撮影所である。 チネ散った政策を推進するベニート・ムッソリーニによるファシスト等がガレアッツォチャーノの支援を受け同等幹部ルイジ・フレッディによってローマ郊外の同撮影所に隣接して設立された。現在もイタリア政府が同校を運営し映画制作の技術、芸術に関する教育、研究、出版等の活動を行っている。国立映画学校の構想は そもそも1930年、映画監督、アレッサンドロ・ブラゼッティが、未来派の写真家、アントン・ジュリオ・ブラガリアの協力により、サンタチェ・チリア音楽院の文校として始めたものである。1934年に、ルイジ・フレッディが映画に関する政府の要職に就任、映画批評家、ルイジ・キアリーニを学長として、イタリア国立映画実験センターを発足させた。ムッソリーニ政権の終焉と、 第二次世界大戦後は1946年に基礎コースを小規模再開し、翌1947年からは2年間のコースを本格的に再開した。1949年にはイタリアで制作された映画作品のフィルムアーカイブとしてイタリア国立チネテカが設立されている。1968年にはフランスでの5月革命同様の紛争が起き、映画監督、 ロベルト・ロッセリーニがその解決のための特別委員に任命された。現在はピエモンテ州にアニメーション部門、ロンバルニア州ミラノにテレビ映画部門、シチリアにドキュメンタリー部門の校舎が置かれている。一部に中退者あり。ありがとうございます。